アンケート取ったら大体人気でもトップの方に入ってくるね。これは結構いいな、歩くのには楽やなと思いましたね、うん、身長が漏れるっていう部分で言ったら、うんうん、いいかもしれないですね、うんうん、はい、本日ですねサンダルを持ってるサンダル全部で、紹介していきたいなというふうに思います。ということで、僕自身はね今までこうやってずらっと買ってるので、まあ、何を持ってるか知ってるんですけど、合計でね10種類ぐらいですかねありますので、もうそれを履いていくのもそうなんですが、弟にもね履いてもらって、あ確かに同じサンダルでも全然ちゃうよねっていうのをね一緒に見ていこうかなと思います。それに向けてね、このテリックってやつも、はい、新しく購入しましたし、レインボーサンダルも新バージョンもね、購入しておりますので、その辺をね、どんどん履いていきたいなと思います。ではまず1足目からいきたいなと思いますね。1足目はね、ビルケンからいきましょう。こちらねメンズのねサンダルの中でもアンケート取ったら大体人気でもトップの方に入ってくるね。はい、でこれはまあ大体1シーズン2シーズンぐらい僕履いたやつなんですけど、まあ、1回履いてもらいましょうか。そしたらね、はい、はい、いかがでしょうか。どうですか。そうですね、ちょっとサイズ感はちゃうんですけど、うん、昔から僕ら学生時代というか、うん、からこういう形流行ってますよね、うん、それちなみにさ足さ痛いとかは特にない、はい、痛さはないかな、ないそこまでなんかけどちょっと細くない、うん、あナローやからね。ナローってあの2つあるのよ。あビルケンも。なるほど。ちょっとなんか細いかなっていう気はした。うんうんうん。なるほどなるほど。まあけどクッション性があるかって言われたらそこまでクッション性があるっていう感じではない。うんうんうん。なんかこう涼しいサンダルやなっていう。まあ今のファッションにもこうやって合わせた時に合うっちゃ合うもんね。じゃあ次はね、テバ、行きたいなと思います。まあ、これもね、メンズでは人気の、サンダルになってるかなと思いますけども、特に僕は水節でもないのでね、安心して履いていただければなと思います。であと他にはね、シャカとかナイキとか、あとレインボーサンダルとか、あとテリックとかウーホスとか、そのあたりをね見ていただきたいなと思いますので、手羽の方準備できたでしょうか。スポーツサンダルって履いたことある？初めて。あ初めて、うん、どう？結構皆さん履いてますよね、うんうんうん、けどええよな。確かにこうなんていうかな、セッタみたいな感じとかやったら結構後ろパカパカってなるけど、うんうんうん、これはまあパカパカならへんし、うん、普通に歩きやすいよ。結構固定されてるよな。そうそうそう、歩きやすい。見た目以上にスニーカー感ない。あそう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 、なんかそんな思ったことなかったけど、うんうんうん、これは結構いいな、歩くのには楽やなと思いましたね、うんうんうん、でねもう一個あるのでね、次はね、はい、ちょっとソールが高いバージョンの手羽が今年出たんで、はい、それも一回履いてみてください、はい、基本的には一緒やねん、うんうんうん、やけどソールだけ高いから。なるほど。多分それ履いたら俺より高いやつあるんじゃん。そこまでは身長170何倍って？それ73でしょ。それね 4.5 センチあるので 177.5 になります。じゃあ無理や。僕178です。なのでギリ買っております。スリッパも履いてるから負け。そうですね。でもあんま変わらなくなったね、はい、だいぶどう高なったやろ。高なった高なった、うん、ちょっと待って、足何本サイズ？ 26.5 ぐらいかな。ぐらい。俺ちょっと28だから全部28で履いてもらってるけど、ちょっと大きいんですけどね、うんうんうん、さっきの手羽よりちょっとクッションがある感じがする、うん、へえ。俺レビューではなもう変わらんって言ってたけど、まあ、人によって多分感じ方はちゃうからな。うん、なんか初めてやから俺全然あれやねんけど、分からんねんけど、うんうんうん、ちょっとクッションがある気がする。うーん、そうなんや、うん、なるほど。まあもちろんね、何年か履いてるやつと、うん、今回買ったばかりっていう部分のクッション性もあるかもしれないですけど、ちょっとへたってるかもしれんな、うん、もちろんそれはあるかもしれないけど、あの手羽の普通の方に関してはもう 2年ぐらい履いてんのよ。あそこまで履いてる。だからちょっとへたってるかもしれんし、俺も結構私服で履いてるっていうか、今確かに身長が漏れるっていう部分で言ったら、うんうん、いいかもしれないですね、うんうん、じゃあ次はね、僕が今履いてるシャカを履いてもらいたいなと思います。はい、はい、いかがですか。はい、さっきの手羽と形は似てるわけや、うんうんうん、そう、でも履き心地ちゃうよな、うん、やっぱ俺は手羽の方がちょっといいかな、好きかな。実際問題手羽の方が人気あるですね、やっぱり。あ、やっぱそうなんや、うん、なんか横の細さといい、まあ、確かに細いね。であとでも足の形状にはこっちの方がフィットしてる感もあんのよ。うん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 、うん、なんか土踏まずのとこもボコってなってるし。確かに。あ確かにこう中ね、なんかフィット感もあんねんけど、なんか履く気ならんのよね、うん、俺も。これがね、以上スポさんでした。次は、こういったビーチサンダル履いてもらいたいなと思います、はい、これはね、なんといってもね、これ出すとね視聴一律下がるんやけどもね、あのレインボーサンダルの僕も何年も履いてる、5年ぐらい履いてるやつ、このねレインボーサンダルを今履いていただいておりますけども、これはね僕がハワイで買った思い出のサンダルなんですけども、まあどうですか。けどやっぱクッションあるよね、レインボーサンダル。クッションあっていいと思う。でね、今回買い物でオシマンズさん行かせてもらった時に、これのね新色を買わせていただきました。まあちょっともうバキバキやっていうのもあるし、僕自身もブラックを育てたかったっていうのもあるので、今回ね、ツヤありのブラックを購入してみました。ちょっと高級感があるというか大人っぽいという感じですよね、うん、これもともとマットなやつやったんだけども、はい、マットのブラックもあんねん。うーん、でまあちょっと今回はツヤありがいいかなと思ってツヤありを買ってみました。で同じくサイズはね、日本サイズで言ったら 6.5 から 7.5、うんうんうん、同じな感じなんですけど、これも一回履いてみてください。はい、もともとこれ
この新品からここまで変わんねんで。すごいですね。これ自分の足の形になってるから俺。ああほんまにもうフィットしてるね。うん。もうぴったり自分の足の形になってる。脱げても多分これ誰の靴ってなってもシンデレラ状態ですぐフィットする。私です。ぴったりしてますってなると思う。でまだそれはなってないから、うんうんうん、これから。もうほんまになんかまだ新品を履いてるっていう感覚。あこっちの方がなんかクッションあるんちゃうかなって思うもん逆に。ああそうかももう履き慣れてるからな。うんうん、これになるのにな正直2年ぐらい経ったらもうある程度なるで。あそうなんです。これ5年経ったらここまでならんわけじゃなくて2年ぐらい経ったらむしろ綺麗な状態でここまでなんねんけど、うん、2年過ぎたあたりから汚くなってくる。あどんどんなるほど。なんか黒をやったら分からんと思う。分かりづらい、うん、これな育てるの結構いいよ。ただ値段がね 130% ぐらいアップしてます。でレインボーサンダルこの部分鼻緒、うん、のとこね。そうなんていうのかなこの皮ではないじゃないですか、うんうん、ここだけね。これの方がいいんちゃうかな。僕アイランドスリッパを持ってるんですよ。アイランドスリッパこう皮なんですよ。痛い結構痛かって最初擦れてしまってっていうのがあって。でこれはな薄い生地で崩れしにくいんやけど実はパラシュートとかにも使われる素材使ってるから意外と頑丈なんよ。はいなるほど。切れにくいということですね。そうだからいいんですよ。で次はねリカバリー系に行きたいなと思います。はい。ホカオネオネのリカバリーサンダルね。クッションだけで言ったら一番いいんちゃう。僕ねあのリカバリー初なんですよ。あそうなんや。おおすごいな。ドクタークリップって覚えたこと、うん、中学時代のシャーペンな。シャーペンのあのグリップむっちゃ柔らかいでって言ってみんな流行ったじゃないですか、うん、あのシャカシャカして出すんです。あのグリップ並みの柔らかさ、うん、だからほんまリカバリーされてるやろ。あほんまにそうやね。うん。リカバリーサンダルのは結構ええのよ。これは8800円ぐらいからリカバリーサンダルの中ではちょっと高い方やったんかな。なるほど。次履いてもらうこの、うんまあ、ちょっとあったかくなってますけどねこのウーホスが6000円ぐらいやったんかな。柔らかいね確かに、うんうん。ホカオネオネって柔らかさの中に硬さもあるよ、うんうんうん、けどウーホスはもっと柔らかい。ふにゃふにゃというか俺室内でさ進めてる理由分かるくない。うん、うん、確かに外より室内の方がより良さ出るっていう。確かにこうだったらグニャっていくよね。うん、いくいく。それは室内の方がええやろうなと思うわ。一緒、はい、ウーホス。うん、ウーホスいいっすね。で、次がダナ。で、ダナのリカバリーが一番安いねん。これが5000円ぐらい。あ、そうなんですね。うん、なんかな、樋口一葉モデルって俺が勝手に言うんだけど、5000円ぴったりで買えるから。あ、そういうことね。5500円だったかな、そうするけど。あ、これなんか、さっきのウーホスも、この土踏まずちょっとあんなと思ったけど、うん、これの方がすごいね。土踏まずがけどなんかリカバリーではないような気がするな、うん、なんか便所のサンダルみたいな。そう普通のサンダル感がなんかウーホスや他のようなね履いたからか知らんけど、うん、リカバリー感はちょっと消えたよなっていう、うん、次これ行ってみたらこれいつも履いてるやつ、はい、シャワーサンダルね。そうですね。これ何だっけベナッシュやったっけ。ベナッシュですね。普段仕事ではそれなんですよね。そうなんですよね。これはもういつも通りっていう感じです。これといっていいっていうわけではないんだけど、うんうん、悪くはない全然。あいつも通り履いてるから。ちょっと待って俺初めてこのテリックってやつ履いたけどさ、うん、これ見てソフトクリームみたいじゃない、うん、でさこのそうソフトクリームみたいやけど履き心地ええんかなと思って履いてんけど、うん、雰囲気他に似てるダナーやわ。あーあ今履いてから、ね、多分今すぐ履いてから分かると思う。パッとウーホスまではいかんわ。パッと見むちゃくちゃウーホスっぽいというか、うん、そんな感じかなと。まあまあ履いてみてくださいよ、はい、ああほんまやな。なんかちょっと期待外れというか、うんまあ、見た目がさ柔らかそうやからよりそうなんかなと思ったけど、うん、でなんかちょっとこう歩きやすくこうなってるんでしょうねデザイン的にこう、うんうん、それはええねんけどちょっと柔らかさがもうちょい欲しかったかな。これ右足ほか行ってみて。はい。まあそれはほかの方がええわな、うん、まあ悪くはないけどな。そうそうクッション的にもそんなにむちゃくちゃ変わるわけではないんで。次はウーホステリック。まあウーホスやなこれは。ほんま位置的にはダナーと変わらんのちゃうかな。まあダナーぐらいな感じ。ちょっと種類は違うけど、うん、多少ちょっとクッションがあるダナーなんかな、うん、イメージ的にはこのちょっと土馬とも似てるやん。ただこの ここの感じちゃうよね。この蹴り出すところ、うんうんうん、これは角度あるから傾斜あるから歩きやすいは歩きやすいな。ちょっとオンに近いというか。あじゃあ順番的にはウーホス、うんホカ、うん、テリック、ダナ。そうやねけどテリックとダナ俺どっちもどっちかなと思いながら高さとか身長漏れるっていうところでテリック勝つかもしれない。これもでもグネって終わりよ。うん確かにねまあ見た目ねこう可愛らしいんで、ね、うん可愛らしい。はいということでね、サンダル全部紹介してみたということになってたんですけどもやっぱりまあ僕だけの感覚じゃなくてね、まあ、弟とかやったらもしかしたら、さっき言ってくれたけどもちょっと社会より俺は手羽の方がいいなとか、うん、まあそれは好みがみんなあると思うんで。で手羽もねもう一個ソールが熱くなるとなんか柔らかく感じるとかっていうのもあったりしたと思うんで、まあ履いてみたんですけどどうでしたか。まあそれぞれファッションの時やったらまあスポーツサンダルが良かったりとか、うん、でやっぱり足疲れたなっていう時はリカバリーもう初やったけど、うん、そうですね。まさにその、うん、スポーツサンダルもそうですしリカバリーも初やって、うんうんうん、こうスポーツサンダル履いてる街中とかでいてる人いるじゃないですか、うんうん、
なんかこうどうなんかなと思ってて、うん、サンダルじゃない靴じゃないっていう僕の感覚やったんです、うん、けどありやなっていうのは今回初めて思ったし、リカバリーはむちゃくちゃいい、むちゃくちゃよかったな、うん、あんまり人気のないレインボーサンダルどう？レインボーサンダル僕は結構好きなの、うん、仕上げてったらいいよな、うん、そう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 、まあ、値段ちょっと高なったけどね、もともと1万2000円とか1000円ぐらいだったけど、もう1万6000円ぐらいになった、ああ言ってたよね、高くなっちゃったけどね、まあまあじゃあこれからね、あの他のリカバリー履いてください、はい、はい、あのもう使ってないのでね、はい、はい、あのその辺転がってましたのでさっき、はい、ということで今回はねサンダル全部、紹介してみたということで、それぞれの紹介動画っていうのは、下のリンクに貼ってるかなと思いますので、そこから見ていただければより詳細に、あ柔らかさどうですね、グリップがどうですねとかいう話はしてますので、まあ、あくまではこれ全部、今回では紹介しただけということになってまして、以上で終わりたいなということで、本日はですねサンダル全部紹介してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。